はい、どうも鈴木悟でございます。私の簡単なプロフィールになります。お時間ある時にでも検索してみてください。はい、今回のテーマですけれども、DM をいただいている中から、那須川天心選手と武尊選手の、対戦する、ザマッチですねの放送が、地上波での放送がなくなりましたという発表がありました。そして、そのことに関して朝倉未来選手が、地上波って必要かな的な発言をされたということでした。その発言についてどう思われますかという、ご質問いただいておりましたので、今回は、朝倉未来選手の地上波って、いるかな必要かななんておっしゃったかちょっと私も覚えてないんですけれども、その発言についての、お話をしていきたいかなと思います。まず、朝倉未来選手がそれを言ったことで、朝倉未来選手すごいなんかバッシングを受けてるということもお伺いしたんですけれども、なんかね、自分は YouTube でそうやって成功してるからどうでもいいんだろうみたいなこととか、あとは自分はもう無料でバンバンその YouTube 動画を配信しているわけだから、それを有料化したらもう誰も見に来なくなる、視聴者減るぞみたいなことを言われたりとか、あるらしいんですよ。いや、それは明らかに筋違いなお話をしてるなと私は思うので、そういうバッシング、朝倉選手をバッシングする理由は何もないのかなって思うんですけれども、で、地上波が必要かどうかっていう話だったのであれなんですけど、必要、そうですね、あったら嬉しいですけれども、私もなくてもいいんではないかなというふうに、考えております。というのはですね、もう今そのネットで配信されたりとか、ペーパービューですね、ペーパービューで配信されたものを購入してみるっていうのが海外では結構もうメジャーに当たり前のようにあるんですけれども、日本ってだんだんそれが浸透してきてる状態だと思うんですよね。で、要はそれを、いろんなスポーツとかもペーパービュー今増えてきてるんですけど、いっぱいあるんで、その中でも、格闘技に絞ってお話しさせていただくんですけども、お金払ってテレビで格闘技見るのかよっていうようなことをおっしゃる方たちってことなんですよね。そういう方たちっていうのは、ファンではないのかなと思ってしまうんですよね。地上波、ザマッチが地上波で放送されるから見る、楽しみだ、楽しみにしているというふうにおっしゃっていても、地上波やらなくなった、でもあれアベマかなんかで確かやるんですよね。で、それ購入して見れるんですけれども、地上波だから見る、楽しみだって言ってるけども、そういうペーパービュー的なものでお金出してみないと見れないってなったら、じゃあ見ないってなるのって、それってファンではないんではないかなと思ってしまうんですよね。やっぱりチケットを購入して行く方たち、見に行く方たちってやっぱファンだなと思うんですよね。そして今回はチケットもね、購入できなかった方々がたくさんいらっしゃるようなので、そういう方々は地上波楽しみにしていたと思うんですけれども、なくなったって言ってがっかりして、で結局ペーパービューは買わないっていうようなことになってしまっていたら、私としてもそれ残念な気持ちになってしまいますね。ファンじゃないなって思います。そしてですね、このペーパービューが購入していただけると、結局その大会の、収益が上がるんですよね。なので、チケット売り上げとかがもろに直接ですね、そこでグッズ売り上げとかもそうでしょう、大会の収入になるんですけれども、そこでペーパービューというものを、新しいシステムを導入して、でそれでの売り上げがガンと上がってきてくれると、運営側が潤うと、またいい大会を次にやることができる、大会をまめに頻繁に行うことができるようになってくるんですよね。でその他にも選手のファイトマネー
ですよね。ギャラが上がる、上げることができるというのは、大会ね、運営側だって本当は上げたい、選手にお金あげたいと思ってるかもしれないですけれども、そのね、収益が少なかったら上げたくても上げれないっていう現実もあったりするので、なんかね、格闘家でお仕事しながら格闘技されてるって方ね、いらっしゃいますよね。でそういう方たちを一般の方が見てもなんか夢がないじゃないですか。格闘技やっててすごくね、怪我とかしながらでもやってるのに、仕事をしなければその格闘技で仕事をしなければ生活していけないっていうものを見てしまうと、なんか夢がないなって思ってしまいますよね。なので格闘家という一つの職業としてちゃんと試合をしてお金をもらって生活ができるっていうようにするためにも、運営側がしっかりと収入を上げなければいけない。そのうちの一つがペーパービューだと私思うんですよね、うん、そのうちの一つというか、もうそれがメインになればいいのかなと思います。チケット売り上げとペーパービュー、そうすることで、うん、大会はいい大会が頻繁にできるようになる、選手の、ファイトマネー上がる、格闘家になりたいなって思う人たちも増えるかもしれないですよね、それによって。で格闘技というものの価値が上がってくるというようなことが望めるんではないかなと思うんですね。一方のその地上波をすごく支持する方たちは、要はテレビ見ててチャンネルを変えていたりとかして、中でパッとこう格闘技やってる、あ、何かやってる、止まる、そこで、あ、こんなことやってるんだっていうのに気がつく、格闘技というものを初めて見るとか なる。でそれで、まあ、興味を持って、何ならそう、あ、格闘家になりたいと思う方が出てくるかもしれないですよね。でそういう方たちを、増やして、選手をいっぱい作って、その競技人口を増やそうっていうようなお考えね、の伺ったこともあるんですけれども、それだと今までのその格闘技界と何ら変わらないから、仕事をしながら格闘技をやるっていう、その今ね、前に言ったその夢がない、え、そんな大変なことしてんのに仕事もしてんのっていうような、格闘家ってなんだよっていうような形は変わらないんですよね、きっと。なのでもうそこをガラッと変えたい、その格闘技の競技人口を上げたいとかなってきたら、なるんだったら、そうやってファイトマネーをガンと上げれるような仕組みを作んなければいけない。それにはやっぱりペーパービュー、運営側がちゃんと収入がね、ガーンと上がるシステムを作らなければいけないという部分で、私はそのペーパービューにした方がいいんじゃないかなというふうに考えてますね。結局ボクシングのその裾の、あ、ボクシングじゃない、ごめんなさい、ボクシングに限らず格闘技のその競技人口の裾野を上げる、野球選手になりたいっていうね、子たちがいるのは、だって大金が稼げるっていうのだって一つの理由だったりするわけじゃないですか、まあ、野球が好きだからっていうね、だけで行く方もいらっしゃるでしょうけれども、年俸何億とかっていうのを提示されて、そんなもらえんだ、野球選手になりたいなって思ってる人たちって少なくないと思うんですよね。そういうものが格闘技にもあれば、私はいいんではないかなと、格闘技はこれから盛り上がっていくんではないかなと思うんですよね。一般の方の目に触れるために地上波でバンバン流してっていうだけでは、格闘技多分盛り上がっていかないんではないかなと。要は辛い、夢がない、お金は儲からないって思われてしまっている部分もあるので、それね、プロ野球選手みたいに何億みたいなことを言われて、ああそれだったらやってみたいって思えるような格闘技界ができてくればいいんではないかなと思うので、朝倉選手がどういうその何ですかね、気持ちがあって、どういうお考えがあって、その必要かねっていうね、おっしゃったか分かんないんですけど、まあ私的にはそれが一つで、まあ今そうやって YouTube とかで配信とかもできちゃいますからね。なんならその運営が、あのテレビその制作会社とかにね、依頼して機材揃えて、あの YouTube ライブとかで流せばいいんじゃないかなって思ったりもしましたけどもね。まあ今どこでも大体ネット見れるじゃないですか。なので
出先でテレビがないから試合見れないっていうんじゃなくてね、何でしたっけ、テレビチューナーがねついてる方は別としても、テレビチューナーついてない端末をね持ってる方たちからすれば、もうそのネットで配信されてるってことで出先からでも見れるみたいなメリットもあったりするわけなんで、うん、そういう風にまた変えていくのも一つ、その格闘技界が盛り上がっていくことになっていくんではないかなと私は思っております。はい、まとめますと、朝倉未来選手の、地上波は必要なのかなという発言について、そうですね、私的には、共感する部分がありまして、ペーパービューというものが流行って浸透して、日本に浸透して、大会の収益が上がって、いい大会が頻繁にできるようになって、選手に、ファイトマネーがいっぱい入るようになって、でそのファイトマネーの額などをテレビとかで、ね、何でもいいですよ、ネットニュースでもいいし、見て、あ、格闘家ってそんなもんわかるんだ、格闘家になりたいって思う方たちが増えて、で競技人口が増えるというようなシステムに変えていかなければ、格闘技は衰退していく一方なんではないかなという、私の見解でございました。なので、地上波なくてもよくて、ペーパービューにバンバン移行していった方がいいかなと思うということが、私の考えでございます。はい、今回は以上になります。この動画面白かったなと思ってくださいましたら、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。今後もこのような動画、上げていきたいと思います。選手の分析や試合回数などなど、私に何か、聞いてみたいなと思うことがございましたら、YouTube はもちろん Twitter、Facebook、Instagram の DM までメッセージの方よろしくお願いいたします。今回は朝倉未来選手のそのね、YouTube じゃないや、地上波って必要なのかなっていうことに関しての質、どう思われますかっていう質問だったので、そんなことでも、私が答えられることでしたら、お話していこうと思いますので、じゃんじゃん DM の方、送ってみてください。皆様のメッセージが励みになります。皆様のメッセージ、動画が完成しております。本当にありがとうございます。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。上手全力気楽にいこうぜ。